今回は、働き方 2.0vs 4.0という本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに、未来世界と前近世代的世界に引き裂かれて。1、生き方、働き方が衝撃的に変わる未来。テクノロジーのスーパーノバ。カルチャーデックの衝撃。会社従業員に何の義務もない。従業員は解雇を知らされる権利がある。 最高の人材を集めて競争させる。自分より優秀な人だけを雇う。人材は自分の能力を最も活かせるところに移動していく。ギグエコノミーは人材のジャストインタイム。労働やスキルをシェアする社会。テッキーが夢見るテクノロジーの楽園。2、全近代的な微分性社会、日本。 世界も日本もリベラルになっている。ネオリベ型福祉国家の真実。人種主義のリベラルへの反転。成果主義は反差別運動から生まれた。日本人なのに日本人ではない人たち。親なのに親で亡くなる制度。日本の戸籍制度では重厚もできる。 在日問題は戦後日本の地部。家単位の社会保障は持続不可能。東京地裁の画期的判決。労働組合が守るのは正社員の既得権。先進国中最多の祝日が日本人を疲弊させる。ブラック企業というイノベーション。高卒の男性は 大卒の女性よりも過剰になれる。現地採用、本社採用は国籍差別。定年制は年齢差別。解雇の合法化を議論すらできないのか。サービス残業は奴隷労働。非正規を犠牲にした解雇規制。定年後再雇用という矛盾。興味深いスペインの解雇法則。世界の主流は 金銭解雇のルール化。置かれた場所で枯れていく。三、会社や管理職はなくなるのか。エレファントカーブが教えてくれること。日本には低スキルの移民がやってくる。富は正規分布ではなく、べき分布する。各地の小さ,な小さな日本は健康度が高い。三対七のバーベル経済。 未来社会、未来世界で会社はなくなるのか所有権に価値があるのは契約が不完備の時。それでも会社が存続する理由。未来世界で管理職はいなくなるのかプロジェクト化しやすいものとそうでないもの。ブルシットジョブの大騒動。無駄な会議はなくならない。民主化される専門職。 組織に属する生き方、属さない生き方。拡張可能な仕事と拡張できない仕事。6つに、階層化する働き方。4、未来世界で生き延びる方法。雇用の関心性は終わった。やればできるグロテスクな未来。好きなことで生きていくしかない残酷な世界。長く働く。 一緒に働く。専業主婦は2億円損をするで炎上。不安感が大きいという日本の病理。50歳から働き始めて5000万円。60代後半でベンチャー企業の顧問。スペシャリストは会社の会員版を借りた自営業者。グローバルスタンダードでは資格と仕事が一体化している。 東大法学部卒の学歴では相手にされない。厚労省はなぜ失態を繰り返すのか。研究開発部門の仕事はベンチャーを買収すること。ぬるい日本でさっさと億万長者になる。不愉快なことは世界からどんどんなくなっている。うつ病の原因は自分の能力を超える仕事。 大手広告代理店の新入社員はなぜ死んだのか意味がなくなった仕事か家庭かという選択どこでも誰とでも働けているという生き方知識や人脈を惜しげもなく共有会社を離れるとギブできるものがなくなる人と人をつがうことは負けないギャンブル 触れ合いが大きすぎることがソロ化を招く。ちゃんとした仕事をするのに1日8時間あれば十分。始めるのに遅すぎるということはない。終わりに、日本の未来は明るい。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。